ジェリー・アラン・ウェストはアメリカ合衆国のバスケットボール選手。選手時代には NBA のロサンゼルス・レイカーズでプレー。シュートの名手としてチームを牽引し一度の優勝を経験。土壇場に強いことからミスター・クラッチのあだ名を持っていた。引退後には殿堂入りを果たした。後に同チームのゼネラルマネージャーとなり、レイカーズの7度の優勝に貢献した。 その後メンフィスグリズリーズでも同様の役職に就いた。1960年のローマ語ンキンメダリスト、ウェストバージニア州、チェリアン生まれ。NBA のロゴで赤と青を背景にドリブルをする白いシルエットはウェストをモデルにしたもの。ウェストは炭鉱で電気技師として働く父のもとに生まれた。つつましい少年時代を送りながら自宅の近隣などで バスケットボールの練習を重ねた。その熱心さのあまりビタミン剤の注射を受けたことがあった。地元の高校に上がったウエストは学校のバスケットボールチームでレギュラーに選ばれたものの長らく控え選手だった。最終学年の前までに身長が10センチ以上伸び、ウエストはチームの中心として活躍するようになった。ウエストは 州の高校バスケットボール史上初めて900点以上を得点した選手になり、チームを州大会優勝に導いた。60以上の大学から誘いを受けたウェストは、地元のウェストバージニア大学に進んだ。大学でチームの正式な選手としてプレーし始めた2年生の時には平均17.8得点11.1リバウンド。 3年生時には26.6得点12.3リバウンド。4年生になると29.3得点16.5リバウンドを上げ、全国的に注目される選手になった。3年生の時に、チームは NCWA 男子バスケットボールトーナメント決勝に進出したが1点差で、敗れた。準決勝以上で際立った活躍をしたウェストは、この年の大会で最優秀選手に選ばれた。 大学でのプレーを終えた1960年の夏、ウェストは米国男子バスケットボール代表メンバーとしてローマオリンピックに出場し金メダルを獲得した。この時の代表チームにはオスカー・ロバートソンもいた。1972年1960年、ウェストはミネアポリス・レイカーズに一巡目2位で指名された。まもなく、レイカーズはロサンゼルスに移転し、 ロサンゼルスレイカーズとなった。ウェストは入団から引退までこのチームでプレーした。1年目のシーズン、ウェストは平均17.6得点、4.2アシスト、7.7リバウンドと優秀な成績を残した。レイカーズは36勝48敗と負け越したが、プレーオフでは地区決勝まで進み、当時強豪だったセントルイスホークスに3勝4敗で敗退した。 翌シーズンのエイストは平均30.8得点、5.4アシスト、7.9リバウンドと活躍し、オール NBA ファーストチームに初めて選出された。以降エイストは引退するまでの間にこの賞を10回受賞することになる。レイカーズはプレーオフを勝ち進み NBA ファイナルに進出するが、ボストンセルティックスに敗退。これ以降もレイカーズはファイナルで、 ボストンと幾度も対戦し、その度に敗れることが繰り返され、チームの中心となっていたウェストは、優勝には届かないスター選手として過ごしていった。ウェスト個人の活躍は目覚ましく、1965年の平均31得点はリーグ2位、1970年の31.2得点はリーグ首位と高い水準の得点を記録し続け、チームも1962年、 1963年、1965年、1966年、1968年、1969年、1970年に NBA ファイナルに進出した。このうち1969年まではすべてボストンセルティックスに、1970年にはニューヨークニックスに敗れ優勝を逃した。1962年のファイナルは、 第7戦を3点差で、1966年には同じく第7戦を2点差で、1969年も第7戦を2点差で落とした接戦だった。ウェストが1970年の NBA ファイナル第3戦で放ったシュートはよく知られている。規定時間終了間際に、ウェストがコート中央から打ったシュートがブザーと同時に決まって、同点、試合は延長に続くことになった。 レイカーズは結局この試合を2点差で落とし、最終の第7戦にも敗れ優勝を逃した。1971から72シーズン、すでに30歳を過ぎており怪我も多かったウェストは引退も考えたが、このシーズンのレイカーズは歴史的な躍進を果たすことになった。今もリーグ記録である33連勝を含めて、シーズン成績は69勝13敗で、 これは現在史上3位の記録である。ウェストの平均9.7アシストはリーグ首位となった。NBA ファイナルに進んだレイカーズはニューヨークニックスを4勝1敗で破り、ウェストは優勝を経験した。その後にシーズンを過ごしたウェストは、怪我で31試合の出場に止まった1973から74シーズンが終了すると引退した。年引退後のウストは、 1976年より3シーズンにわたってレイカーズの監督を務めた。この間145勝101敗で勝率58.9%だった。ウェストはプレーオフを逃していたレイカーズを3年連続でプレーオフに進出させた。初年度に地区決勝で敗れたのが最高の成績で翌年は1回戦敗退、3年目は地区準決勝敗退だった。 1979年よりコンサルタントとして、レイカーズのフロントに入り、この役職で2年間を過ごした。1982年には、ゼネラルマネージャーとして、選手人事に関わる仕事を受け持つことになった。当時のレイカーズは、カリーム・アブドゥル・ジャバーや、マジック・ジョンソンを要し、前年度より、パット・ライリー監督を据えた競合になっていた。 さらにジェームズ・ウォージーを加えたレイカーズは1980年代に黄金時代を迎え、これらの選手を核にしてウェストはチームの補強に努めた。1980年代の終わりにアブドゥルジャバーが引退すると、ウェストはユーゴスラビア人のブラでディバッツを獲得。ディバッツは NBA で活躍した最も初期のヨーロッパ人となった。レイカーズは1990年代前半には、 低迷期に入ったが、チームのバスケットボール部門取締役副社長に昇格した1994から95シーズンに、エリー・ジョーンズなどを獲得し、48勝34敗まで持ち直した。ウェストは最も成功した、選手人事を行った人物に与えられる賞を受賞した。1996年、ウェストは、シャキール・オニールとコービー・ブライアントを獲得し、 後の3連覇の石を作った。1999年にフィル・ジャクソン監督を招聘するとレイカーズは NBA ファイナルに進み十数年ぶりに優勝を果たした。レイカーズは続く2シーズンもリーグを制し、ウェストが選手人事の仕事に携わって以降で合計7回目の優勝となった。2002年、ウェストはレイカーズのフロントを退き、 メンフィス・グリーズリーズとバスケットボール部門社長として契約し、同チームへ赴いた。グリーズリーズはチーム創設以来成績が低迷していたが、ウェストはヒュービー・ブラウンを監督に迎え入れ、このシーズンは過去最高の記録だった28勝54敗で乗り切った。翌シーズンは50勝32敗と躍進し、ウェストはレイカーズ時代に続き2度目のエグゼクティブ・オブ・ザ・イヤーを 受賞した。2007年に辞任。2019年6月1日、アメリカ合衆国のトランプ大統領はウェストに大統領自由勲章を授与することをツイッターで発表した。 basketball-refrence.com e ハット basketball-refrence.com e ハット basketball-refrence.com e ありがとうございます。